どうも皆さんこんにちは、こんばんは、バルトと申します。今回の動画なんですが、ディフェンダーのティアリストになっています。ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。今回の動画ではレートが92以上の5大リーグもしくはアイコンの選手を中心に評価をしています。評価はこれまでと同じように SS ランクから C ランクまでの5段階ですね、用意しています。今回ディフェンダーはですね、センターバックとサイドバックがいますんで、ちょっと5人だと足りないかなと思ったんで、センターバックは3人、サイドバックは右と左で2人ずつ選ぶ形にしたいなと思っています。では早速始めていきたいと思います。まずエムレジャンですね。エムレジャンはまあ普通に優秀かなと思いますんで、 A ランクぐらいでいいかなと思っています。身長もしっかりありますし、ディフェンス能力も優れているんでね、まあ使って困ることはないカードなんじゃないかなと思っています。次にカンセロですね。 S カンセロ SS ランクにしたいと思います。登場してから約 2,3 ヶ月経つんですけど、依然ねサイドバックのトップにいるカードかなと思います。サイドバックのカードがねあんまり強いのが出てきていないという影響もあるんですけど、まあ依然カンセロは最強かなと思いますね。身長もしっかりあってワークレートハイハイで外科志望ということでね、弱点がないカードかなと思います。 Y カンセロは1段落ちて S ランクですね。それでも十分優秀なカードだと思います。次にカンナバーロです。カンナバーロはそうですね、まああんまり使うことはないかなということで C ランクかなと思います。プジョルも同じく C ランクですね。次にカルロス・アルベルトです。カルロス・アルベルトは A ランクです。十分優秀なカードだと思います。サイドバックなんですけど総合力が非常に高いということでね、ただまあ全体的にトップクラス、超トップクラスに比べると実質の数値がちょっと低いかなというところで、レートは94なんですけど RPP は92ということでね、若干物足りなさはあるかなと思うんで A ランクにしたいと思います。次にキエリーニです。キエリーニは、悩んだんですけどね S ランクにします。まあ、間違いなくね、優秀なカードで、まあ、ほぼ守備の数値も完走しているというところで、もうもはやシャドウじゃなくてエンジンつけている方が多いんじゃないかなと思うんですけど、非常に優秀なカードだと思います。世界大会でもよく使われているようなカードですし、トップクラスのセンターバックだっていう感想ですね。キャプテンのキエリには、まあ、ちょっと評価する必要もないかなと思うんですけどね、まあ、今はあんまり使わないかなと思います。クラウド・モーリスは B ランクですね。まあ、ワークレートがハイミドっていうところもありますし、全体的にもうちょっと欲しかったなっていう感想になっています。コルドバはそうですね、B ランクぐらいが妥当かなと思います。センターバックの中では珍しくね、まあ、カンナバーロに似ているんですけど、世界飛行距離かなり、ジョッキーが速いっていうところでね、特徴的なカードではあるんですが、まあ、やっぱ身長が低いっていうところでどうしても優先度は下がっちゃうのかなっていう感想です。次にアクーニャです。アクーニャは A ランクかなと思います。身長は低いんですけど、しっかりねフィジカルもありますんで、サイドバックとしては十分働けるカードなんじゃないかなと思っています。次にシェイプシフターズのコルドバですね。コルドバはそうですね、僕は A ランクかなと思います。右サイドバックのカードなんでね、まあ、そのまま右サイドバックで使うのも全然ありなんですけど、その時はちょっと視野がね70っていうのがどうしても気になるかなというところで、他のセリアの右サイドバックのカードに比べると僕の中ではちょっと優先度は落ちるカードかなという感想です。次にアラバですね。アラバはまあそうですね、ミドミドっていうところもそうですし、まあペースは高いんでね、いいんですけど、フィジカルもないっていうところで、相手採用してる人は少ないかなと思いますんで、まあ C ランクかなと思います。次にアレクサンダー・アーノルド。アレクサンダー・アーノルドはそうですね、まあ波かな。B ランクぐらいでいいかなと思いますが、まあワークレートがハイミドっていうところもありますし、まあつなげ先もあんまりない、右のウィングとかセンターバックとか、まあめちゃめちゃ強いつなげ先がいないっていうところで、使用率はそこまで高くないかなというのが感想です。次にアマビです。アマビは S ランクにしようと思います。能力は非常に優秀でして、手折れなんですよね。引けを取らないような通知になっているんですけど、まあちょっと身長が176センチっていうことでね、ちょっと優先度は下がっちゃうかなというところで S ランクにしようと思います。アラウホは C ですかね。あんまり強くなかった感想です。アルナートビッチは B ランクかなと思います。まあそこまで悪くない数値になっていますし、あえてこのカードを使う方がどれぐらいいるのかはちょっとわからないですけど、まあ能力的には悪くないカードなんじゃないかなと思いますね。次にバレージは C ランクですね。ブランも C かな。次モーメントカフーですね。僕はこれちょっと SS ランクにしようかなと思っています。使っていて毎回ね、やっぱ強いなと思いますね。対人の守備がめっちゃ優秀ですし、攻め上がりも非常に優秀にできるというところで、まあシュートは打てないんですけどね、右サイドバックの仕事をするっていうところだけ考えたら、まあ十分強いカードなんじゃないかなと思いますね。現時点であんまり強いサイドバックのカードがいないというところもあるんですけど、依然トップクラスのカードだと思うんで、SS ランクにしようと思います。次にコルネですね。目標カードですね。まあ、能力は悪くはないかなというところで、まあそうですね、 A ランクぐらいでいいかなと思います。次にクアドラードです。クアドラードは僕これ S ランクですね。
カフーとね、ちょっとどうするか悩んだんですけど、このカードは非常にドリブルがしやすいっていうところが特徴で、なおかつディフェンスもしっかりね、数値が大きく上がっているんで、まあ戻ることもできますというところで、まあボールを取るところから剥がして運ぶところまで全部できるっていうことでね、非常に優秀なカードなんじゃないかなと思います。次にククレジャです。ククレジャは A ランクですかね。まあ完成に比べるとちょっと下がるでしょうというところで A ランクでいいかなと思います。ダコスタなんですけどね、これをちょっと今カフーをね SS ランクにした後ですぐで申し訳ないんですけど、カフーを S にしてダコスタを SS かなと思います。やっぱりサイズがあってワークレートもハイハイで対人もかなり強いですし、まあ、左のウィングって結構ネイマールとかね、なんかベンエデとか最近そういうその体が薄めのカードをこことか多いと思うんですけど、その時にやっぱりあの阻んでくるのはダコスタだなというところで、ダコスタをね SS ランクにしようと思います。次にアウベスです。アウベスは A ランクですかね。十分強い選択肢だと思うんですけど、スタミナがちょっと物足りんかなというところが気になります。ただまあドリブル操作感とか逆足スキル5っていうのはめっちゃ嬉しいカードですね。次にダンテです。これ唯一ねレート91のカードなんですけど、ダンテは A ランクでいいかなと思います。非常にね TOTS 期間中は一貫して活躍してくれたカードですし、今でも十分使えるんじゃないかなと思ってますね。次にデイビスです。デイビスは A ランクかなと思います。このカードもまあめちゃめちゃ優秀ではあるんですけど、まあそうですね、ワークレート入ろうっていうところが気になるかなっていうところで、まあ実際操作したらねあんまり気にはないんですけどね。まあ他にサイドバックたくさん選択肢があるし、ちょっと優先度はまあ数値的にも下がっちゃうかなっていうのが感想になっています。次デサイですね。まあデサイはあえて使わんかなと思いつつも、まあこの辺りに比べればちょっとマシかなっていうところで B ランクにしようかなと思います。次にミリトンです。ミリトンは SS ランクですね。今作センターバックの中でも間違いなく最強格というか、まあトップ1もしくは2に入ってくるカードだと思います。体は細いんですけど、まあしっかりねフィジカルあってボール取り切れるっていうところももちろんなんですけど、このカードはね足が速くて切り返しが超速いですね。相手のドリブルに対してもはやもう全部追いつけるんじゃないかなっていうぐらい圧倒的な対人性能、あとカバーリングも全然悪くないっていうところで間違いなくトップクラスのカードになっているかなと思います。このカードね持ってて使ってない人ほとんどいないと思いますね。次にイエロはさすがに C ランクかなと思います。次のジョーゴメスですね。ジョーゴメスはまあ B かな。加速84っていうのがめっちゃ気になるんですけど、リアクションが乾燥しているっていうところで、まあ十分働けはするかなというところで悪くない選択肢かなとは思います。次にマリオ・ゴメスです。マリオ・ゴメスは S ランクですね。キエリニと同じぐらいの評価になってるんじゃないかなと思います。身長もしっかりあって、ディフェンスはもちろんなんですけど、まあ持ち上がってね、シュートも打つことできるっていうところで非常に優秀なカードですね。まあセリエで組むならこの2人安定なんじゃないかなと思います。次にゲレイドです。僕このカードちょっとね、使ってないんですよね。CM の方を作っちゃったんで、この右サイドバックの方を使っていないっていう状態ではあるんですけど、まあそこまで悪くはないんじゃないかなということで、まあ、A ランクぐらいが妥当かなと思います。次にハイダラですね。このカードは S ランクです。何気にめちゃくちゃ優秀なカードになっていまして、レートは93なんですけど RPP は94で、しっかりねアンカーとかつければフィジカルも解決しますんで、ハケミに比べてもねパス精度がかなり高いというカードになっているんで、これは間違いなくトップランクのカードですね。 S ランクでいいと思います。ハケミも同様ですね。まあさすが TOTY っていうところで、今もねトップランクに食い込んでくるカードかなと思いますんで S ランクでいいと思います。ちょっと見づらかったんで一覧で見れるように変えました。次にベジェリンです。ベジェリンはワークレートが入ろうっていうところとね、まあ逆足スキルがまあちょっと足らんかなっていうところと、まあ能力もそこまで、まあ、特に冷静さ84というのが響くかなということで、まあ C ランクかなと思います。次にテオルダンデスですね。まあこれは S ランクでしょう、 ISS ランクでしょう。まあサイドバックといえば関数とテオが争う形になるかなと思います。アマビと能力自体はそんなに変わらないんですけど、やっぱりこの選手は身長が高いっていうところでね、まあ、相手のウィングを簡単に潰せるっていうところがいいところかなと思います。次にジェームズです。ジェームズはまあ波ですかね。そこまで悪くないカードだと思いますんで、まあ B ランクぐらいかなと思います。次にリース・ジェームズです。リース・ジェームズはそうですね、評価分かれるところかなと思うんですけど、僕は A ランクにしようかなと思っています。ちょっとね上がりきるだけ上がりきって帰ってこないっていうところが結構見られたんで、対人は悪くないんですけどね、やっぱサイドバックはいかに戻ってくるかが重要だと思っているんで、まあそういった意味ではちょっと物足らんかったかなと思っていますんで A ランクが妥当かなと思っています。次カルルですね。これは僕強くなかったです。 C ランクです。クーマンも C ランクですね。次にクリバリです。クリバリはそうですね S ランクでしょう。スタミナが気になるっていう懸念はあるものの、
まあ対面だけ見たらね、このキエリニ、ゴメス、クリバリ、まあ90分だけ考えたら全然引けを取らないというところで、全然悪くないカードだと思いますんで、S ランクでいいと思います。次に組んでですね、使ってみたらそこまで悪くなかったかなと思います。ワークレートがもともとね、ハイハイだったりしたんですけど、この TOTS の組んでは、ミドハイになっているんで、非常に使い勝手は良かったかなというところですね。まあ若干身長が足りないんでね、A ランクぐらいが妥当かなと思います。次にラクロアです。ラクロアは S ランクでしょう。これも僕なんで作らなかったのかよくわからんカードなんですけど、身長が高くてワークレートも完璧、能力値も非常に優秀というところで、まあフランスとかね、ブンデス、スカッと組める方は、まあ最優先で入れるべきカードなんじゃないかなと思ってますね。めちゃめちゃ強いカードだと思います。次にラポルテです。ラポルテはまあ優秀なカードかなと思いますね。ワークレートがミドミドではありますし、まあ他のプレミアのセンターバック陣に比べると優先度は下がるカードかなとは思いますけど、まあ悪くないカードかなと思うんでね、A ランクにしようと思います。次にマルディーニですね。マルディーニ、ここも評価分かれるところだと思うんですけど、僕はこれちょっと A ランクにしようと思います。フィジカルがないせいで、ちょっとね、ごちゃごちゃした場面であんまり勝てなかったかなと思います。まあ、このカードのディフェンスの部分ですね、ボールをカットするとか、タックルしてボールを取るっていう時に、全然ファールにならないっていうのは、まあ、特殊能力に近いところがあるかなと思いますし、超優秀だと思うんですけど、やっぱりフィジカルがなくて、まあ、ゴリッとね、なんかごちゃごちゃした時に負けちゃうっていうところは結構気になったかなと思いますんで、A ランクにしようかなと思います。次にマルセロです。マルセロはそうですね、S ランクかなと思います。カンセロに比べると若干、まあ、能力の格というかは落ちますけど、まあ、十分アンカーにすればフィジカルも上がるしっていうところで、そこまで悪い感想はなかったかなというところですね。次にマルキーニョスです。マルキーニョス、これ TOTS の方は僕 SS ランクにしようと思います。このカード身長は183センチってことで若干物足りなさはあるんですけど、対面能力は非常に優秀で、何よりね、めちゃめちゃ扱いやすいっていうところで、まあ今となっても、十分センターバックの一番の選択肢になるかなと思いますね。まあパリサンジェルマンのカードたくさん繋げやすいっていうのもあるんで、使用率も高いカードになっているかなと思います。TOTY の方が能力ちょっとだけ低いんでね、便宜上ね、S ランクにしようと思います。次にクアルタです。僕このカードね、見たことないんですけど、能力だけ見ると超優秀でして、スキルが5逆足が4で、十分選択肢に入ってくるカードかなと思いますね。まあ S ランクでいいかなと思います。次にムバブです。ムバブはそうですね、A ランクかなと思います。リアクションと冷静さが90近辺っていうところ若干寂しさがありますね。それ以外の数値は非常に優秀で、身長も高いですし、ワークレートもミドハイってことで優秀なんですけど、やっぱりこのリアクションと冷静さの低さっていうのは気になるところかなと思うんで、A ランクぐらいにしようかなと思います。ムーアは C ですね。次にムキエレです。ムキエレはちょっと C ランクですね。あんまり強さがわからなかったです。で、今僕皆さん気づいたんですけど、カルルとムキエレを間違えてまして、カルルは、まあそこまで悪くないかなというところで、まあそこまででもいい評判はあんま聞かないんでね、まあ B ランクぐらいが妥当かなと思っています。で、次エンディカですね。エンディカ最近見なくなりましたけど、まあそれなりに悪くないセンターバックなんじゃないかなというところで、まあ評判もいいですしね、A ランクぐらいがいいかなと思います。次、ネスタは C ですね。ヌーノメンデス、まあ波のサイドバックかなというところですね。あんまり戻ってくる印象はないですね。B ランクぐらいが妥当かなと思います。すいません、ペドロポッロが入っていました5大リーグじゃないんですけど、まあ B ランクぐらいが妥当かなと思います。次にロベルト・ペレイラです。ペレイラは S ランクかなと思います。テオ・エルナンデスを変えない方には十分、アリエル・セリエ A のサイドバックの選択肢かなと思いますね。総合力非常に高いですし、スキル合計化し4というのも嬉しいポイントかなと思います。次にロディです。ロディは A ランクかな。まあそこまで良くもなく悪くもなく、まあそれなりにっていう感じのカードでしたね。まあヌーノ・メンデスとか、まあ普通のサイドバック、今使えるサイドバックのレベルかなと思いますんで、A ランクでいいかなと思います。次にリカルド・ペレイラです。これも同じような評価になるかな。ロディとあんまり変わらないかなと思いますね。まあ A ランクぐらいが妥当かなと思います。次にロベカルですね。ロベカルはそうですね、ディフェンス能力、あとドリブル能力を考えると、まあ正直そこまで高くないんですよね。まあフリーキックが打てるっていうのがめちゃめちゃいいポイントではあるんですが、まあ好きな方は使えるカードかなと思いますんでね、B ランクぐらいが妥当かなと思います。次にロメロです。ロメロは僕はちょっと全然合わなかったですね。何試合か使ってみたんですけど、カバーリングが致命的に悪い遅いっていうところで、僕はちょっと合わなかったんで C ランクにします。次に TOTS のルベンディアスですね。まあ TOTY のカードに比べると圧倒的に数値が足りないので、まあこれは C ランクですね。次に TOTY の方はこれは S ランクにしようと思います。
まあこの辺りのカードと並んでくるカードであることは間違いないかなというところですね。まあペースが85近辺だったりドリブル方面がちょっと低いんで、エンジンとかシャドウとか何つけるか悩むところではあると思うんですけど、対面の能力はかなり優秀なカードだと思います。次にシュメルツァーです。シュメルツァーはそうですね、スタミナがちょっと足りないっていうところが気になるんで、まあ B ランクかなと思いますが、まあ十分使えるカードであることは間違いないかなと思います。次にセルヒオラモスですね。セルヒオラモスは結果的にそこまで使ってる方いなかったですね。まあ僕もあんまり対面して強いと思ったことはないので、まあ C ランクでいいかなと思います。シクリニアルも同じくですかね。まあちょっと今使うには寂しい能力かなと思いますんで C ランクですね。スモーリングも C ランクです。ちょっと加速が低すぎてね、びっくりしましたね。次にストーンズですね。まあアジリティバランスがちょっと低すぎるかなっていうところで、評価はできないカードかなと思います。 C ランクになります。ズーレですね。まあズーレはそこまで悪くはないかなと、まあジョーゴメスと同じぐらいかなと思いますんで B ランクでいいと思います。次にタベルニエですね。タベルニエはそうですね、まあこれは S ランクかな。ワークレートがハイミド、まああとリーグがつなげにくいってところはあるんですけど、単体で見たら間違いなくトップクラスでしょうということで S ランクにしようと思います。次にチアゴメンデスです。チアゴメンデスはそうですね、 A ランクぐらいが妥当かなと思いますね。まあハキミとかに比べるとちょっと能力は足らんだろうというところで、優秀なカードではあるかなと思います。組み合わせもしやすいですし、まあただ能力だけ見ると A ランクぐらいが妥当かなってところですね。次にチアゴジャロです。チアゴジャロは肝心の守備能力が若干足りないんでね、今となっては使ってる方ほとんどいないかなと思います。まあB かな、 B が妥当かなと思います。ティアニーもセンターバックとして使うならちょっとどうかなってところはありますね。まあサイドバックへのコンバートは十分ありではあるんですけど、まあそこまでして使うカードではないかな。まあ B ランクが妥当かなと思います。次にバルベルデです。これは SS ランクですね。右サイドバック現時点で最強のカードだと思います。まあ異論はないでしょう。このカードが今右サイドバックで最強です。身長もありますし、総合力が抜けているっていうところで、まあ使えるなら、まあ、ミリトンとバルベルデの並びを使うという感じになっているんじゃないかなと思います。次にファンダイクですね。ちょっとエンブレムバグってますけど、まあファンダイクは C かな。 TOTS の方もまあ波ぐらいかなと思います。やっぱ加速が足りない、スタミナも低いっていうところで、まあ対人性能はまあ優れているんですけど、スタミナ80はさすがにちょっと辛いかな。まあ波ですかね。 B ランクでいいと思います。次にフッティーズのバランです。これはそうですね、僕は結局 SS ランクになるかなと思います。以前ね、SBG のおすすめのティアリストっていう動画を作った時には、まあそこまで急いで別に作らなくていいっすよみたいな話をしたと思うんですけど、まあやっぱり、このカードの他のカードを使った時に、ああ、バランって強かったんやなって思いますんで、やっぱりこのカードは特別にまあ強いんじゃないかなと思います。まあこれ以上に強くしようがないっていうところもありますしね、まあ SS ランクでいいかなと思います。フラッシュバックのバランはそうですね、まあ B ランクぐらいですかね。使えなくはないですけど、あえて使うことは、まあこの辺りに比べるとマシかなとは思いますね。次にフォラントです。まあフォラントは今更使う人あんまいないでしょ。身長もないしっていうところで、まあ C ランクでいいかなと思います。次にウォーカーですね。僕はこのカードを A ランクにしようと思います。まあワークレートがハイハイっていうところもあって、なんか異様に前に上がっていくというか、なんかついてほしい位置にいなくて、なんかセンターバック間のラインがずれている印象があります。で、対人もそんなに、まあ追いかけるっていうところはできるんですけど、カバーリングが微妙だったんで、あえて、まあ、使うカードじゃないかなという感想ですね。まあ A ランクでいいかなと思います。次にウッドですね。僕このカードも作ってなくて悩んだんですけど、このカードはめっちゃ強いですね。対面してて、まあ、なかなか困るカードになっているかなと思います。まあ、ウォーカーはあんま僕相手して強いなと思ったことないんですけど、このウッドはね、あ、やるなーってなりますね。まあ、なんで S ランクでいいんじゃないかなと思います。最後にサネッティですね。まあ、サネッティはそうですね、守備能力、まあ、悪くはないんですけど、優先的に使うカードではないかなと、ペースもちょっと足りないしっていうところで C ランクになるかなと思います。では、ここから最終調整に入っていきたいと思います。まあ、センターバックがね、ミリトン、バランの次は誰なんだ問題。これめちゃめちゃ人によるところかなと思うんですけど、マルキニオスのままで変える必要はないかなと思っていますし、まあサイドバックもこれ以上強いカードが現時点でいないかなというところで、S から下げるカードも特にないですね。ここから変えることはまあないんじゃないかなと思いますね。これで一旦確定にしたいと思っています。ということで、ディフェンダーのティアリストこんな感じになりました。ぜひ参考になれば幸いです。特にね、サイドバックについてはこれからジンチェンコとかク
クレジャとか、あとはムアブとかね、まあそのあたりのカードがレート97、8とかで登場する可能性も考えると、まあもしかしたらね、ダコスタとかカンセルとかはちょっと下がっちゃうところがあるかもしれないんですけど、現時点での最終版はこんな感じになっています。こうやって一覧で並べてるとね、まあいろいろイベントあったよなとしみじみするところではありますね。もう1ヶ月で今作終わっちゃうんですけど、まあ最後ね、ラストスパートというか、ずっと楽しくやっていければいいかなと思っております。ということで、これからもFIFA関連の解説動画の投稿ですとか、生配信も楽しくやっていこうと思っております。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、ありがとうございました。